2023年12月26日、東京有明アリーナで行われたスーパーバンタム級4団体王座統一戦に出場した井上尚弥選手。WBA、IBF 王者であるマーロン・パパレス、フィリピン選手に10回1分2秒 KO 勝ち。階級を上げて、わずか2戦目で2度目の4団体統一に、世界からは驚きの声が上がっています。そこで今回は、井上尚弥選手に対する海外の反応や今後の展望についてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。まずは、井上尚弥選手のタパレス戦に対するボクシング関係者の反応をお伝えしていきます。ダグラス・フィッシャー編集長。世界で最も権威ある米ボクシング専門誌、ザ・リングの編集長によると、ザ・モンスターが、タフで頑丈なマーロン・パパレスを10ラウンドについに捉えて KO 勝利した。スーパーバンタム級を4団体統一。リング氏の空位だった王座も奪った井上を称賛する。アダム・アブラモウィッツ氏。米ボクシング専門誌ザ・リングの格付け評議員は、井上、なんてボクサーだ。彼を見られることが本当に嬉しい。ダン・ラファエル氏。著名ボクシングジャーナリスト。井上がタパレスを右で吹き飛ばし、タパレスはカウントを破れず、スーパーバンタム級4団体統一し、2階級4団体統一王座に。素晴らしい試合だった。ジョージ・カンボソス・ジュニア氏。オーストラリアの元ライト級統一王者。正真正銘なフィリピン戦士の血統が流れるタパレスの器の大きさ。だけど、モンスターである井上は、なんというファイターなんだ。すごすぎるよ。アバック、これで6社。タパレスの母国フィリピンから駆けつけた。地元紙、フィリピンスターの記者。ボクシング取材歴20年以上、世界6階級制覇を成し遂げた母国の英雄。マニー・パッキャオ氏の試合も25戦ほど取材してきた大ベテラン。まず、決着の仕方には驚かなかった。私たちは、みんな、井上がどれだけ優れているか知っている。オッズだけの話ではなくね。今夜、彼のスキルは、リング上で本当に明らかだった。最後には、どちらがより優れたボクサーか、みんなが目撃することになったね。生で、井上がパフォーマンスをするところを見るのは、全然違った。井上の顔を見てみろ。まだ戦いが始まる前みたいじゃないか。とても感激させるパフォーマンスだったよ。海外のボクシングファンの反応。タパレスは思ったよりもずっと良かったけど、井上はただの野獣だ。井上は地球上で最高だ。全然違う。ボクシングのニックネームが、これほど似合うことは滅多にない。井上モンスター。フルトンにやったのとほぼ同じコンビネーション。あの右の威力は何なんだ。井上は、間違いなく、パウンド・フォー・パウンドのキングだ。井上、なんて、クレイジーなボクサーなんだ。感動したよ。井上選手のパンチは、すごいですね。完全にカバーしてるのに、一撃でノックアウトされるとは。井上はとんでもないファイターだ。彼には、あと1階級しか残っていないのだと思う。彼が、すぐにまたリングに上がることを願っています。こういう朝の試合は大好きだ。井上はまさに別次元だ。驚異的なスピード、パワー、正確さ。まさに野獣だ。モンスター。タパレスの戦いぶりは素晴らしかった。いいディフェンスをしていたし、一歩も引かなかった。井上に善戦した。今日も見事なパフォーマンス。パウンド4パウンド1位。同年2階級制覇。年間最優秀ファイター。タフなファイターやチャンピオンを、スパーリングパートナーのように見せる。本当に素晴らしい。タパレスも悪くなかった。数ラウンドは素晴らしい調整だった。ただ、井上は、まさに世代を超えた才能の持ち主で、試合を簡単に見せてしまった。井上は、未だに、その才能と業績にふさわしい評価や報道、尊敬を受けていない。とても残念だ。井上は、ベルトを12個持っているし、もし彼が望めば今すぐにでも、
この世代のベスト選手として引退できるだろう。井上は、なんて特別なファイターなんだろう。スピード、正確さ、パワー、そしてディフェンス。正直なところ、ダパレスが高く評価されているが、世界最高の選手が見せたパフォーマンスとは何だったのだろう。その井上のパワーは破壊的だ。井上は、特別なファイター。信じられないほど、ダイナミックなボクシング。スピードとパワー。レジェンド、おめでとう。今回は、とても見応えのある試合でしたね。両選手とも、真剣勝負のガード固めが際立っていました。両選手とも、接近戦での打撃戦が熱く、目が離せませんでした。過去のドネア戦も良かったですが、今年一番見応えのある一戦でしたね。井上選手の記録がどこまで伸びるか、期待が高まります。それでは井上尚弥選手が、引退を2年延長した驚きの理由について見ていきましょう。米国の老舗専門誌、リングが PFP ランキング1位に。井上をランクして話題になったのは22年6月のことでした。このランキングは現役選手を対象に、あらゆる階級を一定として誰が最強かを評価するもので、日本選手がトップ10入りするのもごく稀だったのに、1位獲得は井上以外なし得ないことと言えるでしょうね。試合映像が SNS で世界中どこでも手に入るようになった今、井上選手は欧米のボクシング界でも存在感を増し、日常的に語られるようになりました。マイク・タイソンやマニー・パッキャオら、レジェンドたちが井上選手についてスペシャルなボクサーだと絶賛し、フェザー級以上の現役王者たちも井上選手との対戦を熱望するコメントを発していて、これまでの過去には考えられない現象でした。テディ・アトラス氏はタイソンのトレーナーを務め、コメンテーターとしても活躍しています。彼は井上選手について、スピード、パワー、賢さ、ボクシング頭脳、闘争本能、タイミングといったボクサーの評価点を全て備えると称賛し、1930年から80年代にかけて活躍した歴代のグレートたちに匹敵すると述べています。井上の強さには欧米のメディアも驚嘆し、名選手や専門家の間でも絶えず話題になっています。その理由は、メジャーリーグの大谷翔平選手と共通した規格外のパフォーマンスや海外での高い評価などが挙げられます。米国のメディアが大谷選手をユニコーンと呼ぶように、井上選手をモンスターと表記することも一般的になってきています。2023年で94歳になる石井利晴元トレーナーに、史上最強のボクサーは誰かと聞いたところ、躊躇なく、それは井上尚弥ですよという答えが返ってきました。石井氏は日本初の世界チャンピオンである白井良雄やマネージャーのカーン博士と親交があり、戦後の日本ボクシング界を知るベテラン指導者です。石井氏は井上選手について、ボクサーとしての才能や性格、そして練習熱心さなど、これほどまでに優れた選手はいないと評価し、さらに指導者である父親の慎吾トレーナーの存在も大きいと指摘しました。幼い直也、拓磨の兄弟を指導し始めた慎吾トレーナーは、豊富なボクシング経験があったわけではなかったが、それは問題ではないと石井氏は述べています。白井と出会う前は、カーン博士はテニスを教えたことがありましたが、ボクシングは素人同然でした。それでも、情熱を持ってボクシングを研究し、指導しました。白井は博士を信頼し、忠告を受け入れたと述べ、井上親子の師弟関係には似たようなものがあると語っています。井上尚弥選手は、長い間、世界のトップに君臨していますが、全く衰退の兆候を感じさせません。数年前に、まだ伸びしろはあると思いますか?と尋ねると、それがなければ、やってられないですよ、と答えていましたが、今も、その気持ちが変わっていないのでしょう。以前から、井上選手はフェザー級まで戦い、35歳で引退すると公言してきましたが、最近のコメントでは、あと2年延長してもいいかと、大橋会長に頼んだと述べています。
もしかしたら井上尚弥選手の野望は史上初の7階級制覇なのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。